MDX とサイネットが切り開く未来。あらゆる分野において地域や人々がデータを最大限に利活用できる社会、ソサエティ 5.0 はそんな知識集約型の社会です。しかし今現在の社会では一人では活用しきれないほど多くのデータが生まれ、また多くの人が十分にデータを共有することができていません。大量のデータを活用して様々な課題を地域や人々の知識とノウハウを集めて解決するためには、それらを集めるための情報基盤が必要になります。そこで全国9つの大学、2つの研究所、合わせて11の機関は2018年から3年をかけ、データ活用社会創生のためのプラットフォーム基盤の準備を進めてきました。そして2021年、東京大学柏2キャンパスに MDX を設置することになりました。 MDX は皆さん一人一人が幅広い用途に活用することができるデータの収集、集積、解析のためのクラウド環境です。個人の研究者、研究グループ、企業や自治体など幅広い方々の利用や共同を推進します。たくさんの分野で生まれるデータを持ち寄り共有し、新しい知見を生み出すことを目指し、課題を持つ人、データを持つ人、解析の手法やノウハウを持つ人が共同する基盤となっていきます。 MDX は他の利用者と隔離された環境を利用者ごとに提供し、センシティブなデータの安全な蓄積を可能にします。そして利用者ごとに高度にカスタマイズされた環境を提供することができます。これらは従来のスーパーコンピューターにはない新しい特徴の一つです。また学術情報ネットワークサイネットを介した遠隔地のフィールドに存在する IoT デバイスからの安全なデータ収集を可能にします。これらの特徴によりリアルタイムのデータ収集とその集積・解析を連動させ、自然や人や社会の動きを即時に予測することが可能になります。これらの特徴を踏まえ MDX では3つのサービスが提供されます。1つ目は高性能なコンピューターとして貸し出すサービスです。2つ目はブラウザ上で直接データの解析や可視化が行えるプラットフォームサービスです。そして3つ目がデータそのものを預かったり貸し出したりするサービスです。以上の3つのサービスによってデータ活用社会のためのコミュニティ作りを目指していきます。それでは MDX と関わりの深い研究事例をご紹介していきます。まずはデータ利活用と深い関わりのある分野での研究事例です。 NII 国立情報学研究所藤原一樹先生の研究です。 NII が提供する研究データ管理基盤学人 RDM は MDX と連携して、他の研究者が作ったプログラムと実行環境を簡単に再利用し、研究成果を再現できる仕組みの導入を予定しています。続いて NII 山中健次郎先生の研究です。 MMCFTP は NII が開発した大容量ファイル高速転送ツールです。国際会議 SC19 での転送実験では、東京デンバー間でピーク速度416GBPS を記録しました。国際コンテスト DMC20 においては革新・斬新賞を受賞しています。日本の医療データは診療報酬明細書レセプトやカルテ情報を中心に集積が進んでいますが、解析環境を整えるためのハードルが高く、その利活用は進んでいないのが現状です。東京大学清水英子先生はMDX と連携し、データの入手から解析、論文発表に至るプロセスを支援する医療データのための解析基盤プラットフォームの構築を進めています。ここでは京都大学緒方博明先生の取り組みを詳しくご紹介しましょう。近年の情報技術の発達により、 e-learning などの教育の情報化が急速に推進されています。これによって全ての教育・学習活動のプロセスがビッグデータとして記録されています。緒方研究室はこのような教育ビッグデータの利活用による
教育・学習支援システムについて研究しています。では教育ビッグデータを用いると教育・学習環境は将来どのように変わるでしょうか。まず教科書や問題集をデジタル教材閲覧システムに登録することで、学生の閲覧履歴や回答履歴を収集・分析し、各学生のつまずき箇所を明らかにすることができます。また日常生活での学習の体験をラーニングログとして蓄積・共有し分析することで、最適な問題や学習方法を各学生に個別に提案することができます。尾形研究室ではこのような研究を通じて未来の学習・教育環境を想像しています。次に人文学や社会科学の分野に関わる研究事例です。オープンデータの大規模化と人工知能・機械学習の高性能化により、人文学の分野においてもデータ駆動型研究が広がっています。東京大学中村悟先生は、人文学や文化機関が抱える課題に対してデータ駆動型研究の実践による課題解決を進めています。 IoT、ビッグデータ、人工知能技術の急速な発展に伴い、スマートシティは新しい研究分野として政府や産業界から注目を浴びています。東京大学姜仁雅先生は、人や車の GPS 軌跡データに基づき、人流・交通流の予測およびシミュレーションをすることで、ソサエティ 5.0 の実現に向けた研究を行っています。北海道大学早川雄一先生は、地球環境を対象とし、レーザー測量やドローンを用いた写真測量などによる高精細な地形情報の効率的な取得プロセスを検討するとともに、そのデータ解析に関わる一連の作業を主に地形学の立場から評価し、地球科学や人文科学にまつわる学際的な研究を行っています。それでは国立歴史民俗博物館後藤誠先生の取り組みをご紹介しましょう。国立歴史民俗博物館では総合資料学の創生という授業を行っています。各地の歴史文化資料を分野横断で研究し、それを地域社会に、そして国際的にウェブを通じて還元しています。持続可能な社会の構築へ向け、データを用いた歴史文化研究から貢献することがこの授業の目的です。この授業達成のため、情報基盤システムキリンを運用しています。これは国立歴史民俗博物館が作る新たな歴史資料データ基盤です。このデータ基盤に MDX を用いることで、安定的かつ高速で大容量な組織横断ストレージ計算機環境を実現します。増え続ける多様な歴史文化資料を集約し、高度活用研究が可能なデータ基盤を構築することで、災害の多い我が国においても安全にデータを保持し、未来へとつなげていきます。最後に自然環境に関わる分野での研究事例です。東京大学高藪ゆかり先生は、多様かつ高精度な人工衛星データ、気象・海洋データをもとに ICT を活用した大規模データ解析を通して、全球的な気候システムの解明、そして世界最先端の気候モデルの開発に取り組んでいます。東京大学古村隆先生、鶴岡博先生は、日本全国1000カ所以上に設置された地震計からのデータを学術情報ネットワークサイネットを用いてスーパーコンピューターに取り込み、地震の揺れのシミュレーションと同化させています。そして高速計算により、数分後の未来の揺れを即座に予測して災害の軽減につなげています。2015年鬼怒川での洪水では多くの被害が出ました。土木研究所水災害リスクマネジメント国際センター牛山智樹先生の研究では、アンサンブル洪水予測実験を行った結果、洪水発生の24時間前にはその可能性を示すことができると明らかになりました。今後被害軽減に役立つことが期待されます。最後に東京大学小林弘樹先生の研究です。小林先生が取り組む被爆の森のライブオンプロジェクトでは、福島第一原子力発電所から10キロほど離れた立ち入りが困難な帰還困難区域での今この瞬間の環境音を
リアルタイムで24時間配信しています。線量の高いこの場所に生息する動物の鳴き声を記録し、その変化を捉えることを目的としています。それはかつては人間と共存していた生き物が人間がいない場所で今この瞬間も生きているからです。この研究では離れた場所で暮らす人間と未だ取り残されている生き物たちをネットワーク技術を介してつなぎ続けることを目指しています。その場所でそう遠くない未来に途絶える命もあれば、また新しく生まれてくる命もあります。この先どのように生き物たちが変わっていくのか、人工知能とともに見守り続け、まずは廃炉作業が完了するその日までを目標に、このプロジェクトの継続を目指しています。さて、これまでいくつかの研究事例をご紹介してまいりました。 MDX と連携してこれらの研究開発を行っていくために重要になるのがネットワーク技術です。 NII 国立情報学研究所が提供する学術情報ネットワークサイネットがこれらの研究基盤をつなぎます。学術情報ネットワークサイネット5、光通信とモバイルネットワークを用いた高速通信で立体的に全国を網羅しています。日本全国の研究施設や教育機関を有機的に接続するサイネットは、学術研究が抱えるさまざまな問題を解決します。サイネットは高性能な有線ネットワークはもちろん、有線ネットワークのみではビッグデータを取り扱うのは困難なアプリケーションに対してモバイルネットワークも提供します。サイネット5のモバイルネットワークを使えば、高速に簡便に、そしてセキュアにリアルタイムで安心してデータを取り扱うことができます。モバイルネットワークが有用なケースは地上だけにとどまりません。海洋研究や生物分野など幅広く活用することができます。サイネット専用 SIM を使うことによりデータの高い秘匿性も確保しています。データはサイネットの独立した高速ネットワークを通し即座に収集、スピーディーな研究をサポートします。サイネットの有用性はデータ収集のみではありません。NII が開発するサイネットストリームによってデータを確実に収集することが可能になり、データ収集の信頼性向上を図ることができます。サイネットはさまざまなクラウドサービスとも接続可能。特に東京大学柏2キャンパスに設置される MDX とは強力に連携し、多様なデータ処理環境を提供します。これらのネットワークは最高水準の安全が確保されています。高速・セキュアなデータ収集、効率的な蓄積、信頼性の高い整形・集約、先進的な分析・可視化・検証、これらのフェーズを高次元なクオリティで連携・処理します。サイネットストリームはデータ処理環境においても認証を行い、不正なセンサによるデータを排除し、蓄積データを暗号化、さらに重複データの排除、データ解析アプリケーションからの蓄積データの安全な読み出し、不正アクセスのブロックなどを行い、信頼性の向上に寄与します。これらのデータ処理環境は仮想的な専用ネットワークである VPN で接続されます。サイネットと MDX のコンビネーションはまるでユーザーごとの独立したシステムを構築したかのように運用できます。サイネットの活用事例をご紹介します。農林水産研究では家畜の位置情報や生態情報の収集管理を行っています。自然環境研究では
地震の発生をいち早く遠隔地に伝え、避難や安全管理を行う研究が進んでいます。医療・ライフサイエンス研究では生体データなどを医療機関でリアルタイムにモニターしています。社会活動支援研究ではアスリートの運動機能をモニタリングし、効率的なトレーニング支援などを研究しています。情報系研究では市街地に設置したセンサーと自動車を連携し、交通事故軽減を目指したシステム開発を進めています。そして2022年、サイネットはサイネット6へと変革を遂げ、 MDX との連携は新たなステージにステップアップします。高速通信、セキュアなネットワーク、先進の新機能を搭載し、さらなる学術の革新に大きな役割を果たしていきます。